黒田が僕にまあ、曲を書いてくれませんかって言われて書いた曲が1曲目の桜というので、僕は本気で音楽をやりたいんだって熱弁されて、黒田が3年やって全く何にも引っかかんなかったらもう一生歌を歌わないつもりだっていう、あでもそんな本気の人と一緒にやれるっていうのは嬉しいな、うん、この黒田の声を通したなら誰かに届くんじゃないかっていうふうにやっぱり思うようになってきて、黒田の声を信じてこの声を届けようと思ってきた20年間っていうのを一曲にしないといけないなと思ってますね。それは僕にしかわからないんですけど相当強い思いなので、それがきっと応援してくれたファンの皆さんにも絶対同じところに届く気がしたので、¡Suscríbete al canal!